承知いたしました。 まあまあ。 このようなものです。 よいしょ。 よそえてぞ。 承知いたしました。よいしょ。よそえてぞ。 承知いたしました。 そういうものですか？ まあまあ。 朝顔の花。 承知いたしました。 そういうものですか？ 承知いたしました。 こうして。 よそえてぞ。 承知いたしました。 そういうものですか？ まあまあ。 よいしょ。このようなものです。よそえてぞ。夏は出会いの季節と申し。 伏線をこれこのように。それでは読み上げます。そういうものですか？まあまあ。土蜘蛛さん、 よそえてぞ。 糸えもし。 いえ、何でもありません。 土蜘蛛さん、こちらへどうぞ。おいでなさい。 様の言いつけ。外歩き雲の音。そういうものですか？ まあまあ。 承知いたしました。 このようなものです。
よそえてぞ。まあまあ、承知いたしました。まあまあ。えい、よいしょ。承知いたしました。そういうものですか。えい、えい、よそえてぞ。まあまあ、承知いたしました。そういうものですか。こうして、えい、よそえてぞ。そういうものですか。まあまあ、そういうものですか。よいしょ。このようなものです。えい、えい、朝顔の花。夏は出会いの季節と申します。夏は出会いの季節と申します。これ、このように。土蜘蛛さん、出番です。そういうものですか？承知いたしました。土蜘蛛さん、こちらへどうぞ、おいでなさい。生命様の言いつけ、人と歩く雲の音、よいしょ。このようなものです。よそえてぞ。紫式部、ライダークラスに衣替えにございます。ひと夏の思い出なぞ文にしたためられればと思う次第にて、どうぞよしなに。元気がもりもりです。ふっふっ、霊気が変わりましたね。これぞ紫式部文学少女スタイルにて。はい、そうです、文学少女。松葉杖、眼帯。ああ、こちらは伊達なのですが、文学少女とはこういうものなのでは。え、違う？
気もモリモリです。霊気再臨です。さあ、第三の姿が近づいてまいりました。霊気再臨しました。どうでしょうマスター、東西風の夏の装いといえばこのような。え、モチーフがわからない。あれ、これはですね、昭和のアイドル風水着の装いというものらしく、カルデアのデータベースにあったものなのですが、私、何か間違えていますか？姿を変えるというのは楽しいものですね。一夏の間にこのように数多く姿を変えるとは思ってもみませんでした。今気づいたのですが、私のせいでマスターの魔力消費がひどいことになっていたりはしないでしょうか？